どうも、リズム談話の時間です。シャッフルの話をしてたから、次はじゃあ、60年代のモータウンとかね、あの辺のビートの話しましょうかね。あれでも言うたら、何でだろう、ああいうのどうなるんでしょうね。私あんまり譜面とかあんまりちゃんと読んでないか分からないんだけど、あれとかはなんかこのちゃんと言うてはる人はあんまり聞いたことないから言うとかなあかんと思うんですけど、あれはストレートのビートじゃないんですよね。言うたら8ビートじゃないですよね。あれはね、8ビートっぽいけどなんか違うみたいな、なんかみんななんとなくのビートみたいな感じになってしまったけど、あれは言うたら私スイングと解釈してるんですよ。言うたらなんかこういう時にまた良くない日本語があるんですよね。だから例えばあれはもうそういう、R&B やから、あれは横乗りやとか、ロックは縦乗りやからとかね。いや、それちょっとその言葉やめましょう。あれ多分あれはそういうことじゃない。やっぱりこれもスイングなんですよ。実際や言うたら例えばこんな、ちょっと遅いかな。まあ、これでいこう。というかどうかは分からんけど、リバイバルみたいなやつだね。エイミー・ワインハウスはね、あれとかね、こういう、どの曲やったか忘れてもらうな。エイミー・ワインハウスもそうやし、なんかたまにこういうリバイバル系のポップスであるんやけど、こういうのはもうこういうスイングなんですよ。要はそのままのストレートじゃ あかんのですよ。ジャッキー・ウィルソンのハイヤーハイヤーとかね、これはね、ストレートフィルに近いのにね、みたいな。聞いたら今回がその16っぽいな入り方してるわけですよ。これで、っていうのとは違いますね、この辺のビートね。スイングこれがもう言ったら私もちょっと分からなくて、カチカチに最初の方を弾いて、いや違う、もっとスイングって言われたから、スイングさせたんです。ほんだらなんかそれやみたいな感じだったから、この辺の曲全部そんな感じですよね。なんて言葉で言うかって言われたら、もうスイングとしか言いようがないですね。その8分16分なんかいろいろあるかもしれんけど、シャッフルじゃない、スイング中の。それどちらかというとイーブンに近いっていうのかな。この辺はもうこういうビートの曲ばっかりで、やりますよね、こういう。
人やったらおかしになるし、うん、なんかこういうもんですよね、この辺のやつは。こういうね、こういう感じなんですよ。スイングなんですよ、これも。そうとしか言えん。横乗りとか縦乗りとかそういうことじゃない。スイングなんですよ。そうそう。振るんですよ。スイングですよ。うん。だからちょっとその辺の言葉は、これもあんまり良くない言葉やなと思ったので、まあこれ補足と、プラス60年代のこの手の音楽は、こういうの多いですね、うん、いわゆるエイトのカチカチの、いわゆるなんていうんでしょうかね、私はロックはそんなに知らないですけど、なんかこういうの、こういうのとは違いますよね、うん、こういうのとも違う、こういうリズムの取り方ではないですよ。タッ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 、ああいうのではない。タッ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 とか、うん、どんなのあるかな。ツンツルタンツンツンツンタンツンツンツルタンツンってやる人もいるな。ツツタツツツタツタタタタ、ツツタツツツタってエイトっぽく叩いててもスイングしとるんですよ。そこ、それを言いたかったんです。うん。よかった、うん、言葉は出てこなかったけど、そういうことなんですよ。ツンツンタンツンツンツンタンツンツンタンツンタ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 ン、うん、スイング、そうですね、だからまあ、うん、それとまあストレートとはまあロックか、その時代はまだロックがどうなの、まあ、この辺微妙な話か、いや違う違う、うん、まあ R&B は、うん、この辺の時代のやつはスイングということで、ええんちゃうかな、なんか他の言葉が何かあったらまた教えてください、逆にね、うん、うん、横乗りとかいうのはちょっとおかしいから、はい、それでまあちょっと今日はこの辺で、なんかあまり釈然としない、なんかちゃんとした言葉は見つけられなかったけど、でもまあつまりこういうやり方で問題なくうまくギグがこなせるという感じだかな、うん、まあモータウンのやつはそんな感じですね、そのストレートでは弾かないですね、カチカチのね、時代とかわかんないのか、うん、まあまあそんな感じで、どうもご清聴ありがとうございました。